大晦日狐の行列、広重、名所江戸百景に描かれた、王子稲荷。同じく、名所江戸百景王子小族への清を晦日の狐火、王子稲荷神社は、東京都北区岸町にある神社である。東国三十三国稲荷総寺との伝承を持ち、民は、王子の狐火や落語、王子の狐でも有名。古くは騎士稲荷と合した。 新編武蔵風土気候巻の十八の豊島軍の十、王子村によれば、荒川流域が広かった頃、その岸に鎮座したことから名付けられた。また、自称四年に、源頼朝より奉納を得たという。徳川家康が、王子稲荷、王子権元,元、両者の別当寺であった金輪寺に、有用商人を招いて以降、江戸期大期にあって、存在を大きくした。 江戸砂子王子稲荷の段に、以下の通り記されている。狐日をびただし、この日に従して、田畑の良し悪しを所の民占、不ことありという。狐日がびただしい。当地の農民はこの日によって、田畑の法教を占ったりするという。狐日には宇治田畑の良し悪しを知らんとここに、かなわでらかな年ごとに国言同じからず、一時ほどの、内なり。 宵いにあり、暁にありなどして、これを見んために、遠方より来るものなしく帰ることをし、人よとどまれば必ず見るというへり。狐つの現れる時刻は年によって違うが、1から2時間ほどのことだという。晩に現れることもあれば、明け方に現れることもあり、遠方からわざわざ見に来た人も見ずに終わることが多いが、一晩中待機していれば必ず見られるとのこと。 毎年大晦日の夜、諸国の狐、シャチの東、古江の木のあたりに集まり、装束を改めるといい、江戸時代、狐火で有名であった。関東八州の稲荷の僧者と、観光紹介されるようになっているが、元来は、東国三十三国の稲荷、僧寺の伝承を持っていた。社殿には、公平年中、源、頼地家、欧州追悼の見切り 深く当社を信仰し、関東稲荘寺と、阿賀ムとある。この、関東を中世以来別当寺かな寺は、道の区国まで含む、東国33国と解釈してきた。33カ国の狐稲荷の社へ火を灯し来るとの、王子神社の園芸巻、若い地王子縁起の付箋が示す通り、江戸中期までは新域に、東国33国の上り、変額を備えていた。 完成の改革時に、幕府行政の上からの干渉を受けて以降、赤八州稲荷の東梁として知られるようになった。33国とあるが、北陸道、東山道、東海道を全部合わせても東国は30国しかない。33という数字は、全両政国の合計66国を半分にした、関連的な数字とする説、平安時代までに廃止された。 諏訪国、岩木国、岩瀬国を加えたものとする説。当時、江戸ヶ島と総称された私と日本、からこを加えたとする説などがある。毎月馬の日が永日で、2月初馬の日、2の昼、3の昼には賑にわう。社務所にて、家房のタコ、守り札が出され、境内にもタコを売る店が立つ、タコ市が行われる。始まったのは、江戸時代で、 江戸に多かった火事を大きくする原因の風を切って、高く上がるタコが、金魚家の他無病息災、商売繁盛にご利益があるとされるようになった。大晦日から元日未明にかけては、女屋と共に、大晦日狐の行列が、王子稲荷へ向かう。これは、蒸気の伝承を描いた、歌川広重の浮世絵、王子小族への清晦日の狐火を再現した、イベントである。 新編武蔵フード機構巻の十八豊島郡の十二は、また、王子稲荷について、当社は、権限の末社のごとく、聞こえたれど、左にあらず、金渡寺中高有用を言うよう、王子両社の別当に干せらるというによっても知らるると、記している。王子稲荷は、江戸市民から、神社人気一番を得続けた。江戸時代には、王子稲荷は、江戸の名所として絵画に描かれ、歌川広重は、 名所江戸百景において、王子稲荷を描いている。同じく三代、歌川報告には、高歌四年から嘉永五年の間に出版された三枚続きの、浮世絵、王子稲荷、初馬祭りの図がある。これは、中央図に、小一位王子稲荷大名人の上りが描かれている、ものの、建物の描き方から実際には、王子稲荷を描いたものではなく、貝の国交府の名所である。 海義満寺を描いた、公衆全光寺家大の図髪馬の表題が変えられた、ものであることが指摘される。ありがとうございます。